センチュリーの里の売り物件だけ、土地だけの物件、土地だけの物件じゃねえか、土地だけ、土地だけですね、はい、そうですね、奥三河カントリーだからこれですね、これの、まあそこら辺がちょっと平地になってますよね、うん、あ、そうですね、あそこら辺ってことかな、あ、そうですね、そうなってるわ、こう、ちょっと印刷があるで、こう階段がここあって、こう定住の家がそれってやつですね、これが。あ、はいはいはい。はい。見えるかな、はい、石のテーブルってあんのかな、その人を言うと。まあでも、簡単的にあるかな、石のテーブル。あ、ちょっと行っちゃうか。ああそれが、はい、これどこにどこにこれは家を建てればいいんでしょうか斜めすぎない、いろいろと、公園的なあれだったところを売っちゃう的ななんか雰囲気。ああ、なるほど。それいくらですか？75万です。でも割としますね。で、あの辺までだけですからね。あの、石が終わってるところぐらいまで。なるほど。はい。いや、ほとんど使えないです。使えないですね。ほんでちょっとこの苔が、かなり生えてジメッとしているってことですよ ね。これはちょっと、まあ周りはあんまなんもないけど、まあちょっときついぐらいですかね。雨ぐらいですね。まあでも低、ちょっと段差になってるからあんまり、あでもなんかあそこ木が、薪が大丈夫ですかね。あれはやってますね、あれね。やってのかな。少なくとも斧かなんかで薪割りはしてそうですね、これ。そうなんですかね。そんなレトロな人は未だにいるんですか？持ってきて積んでるだけかな。あ、でもそっか、ただ焚き火してるだけっていうこともあるのか、うん、これやっぱり切ってますね、これ木をね。あー、これ機械か。機械で切ってますね、うん、機械で切ってさらに斧で割って。なるほど。やってますね。まあダメですね。なんだかんだでな、木こりがいっぱいいるんだよな。いっぱいいるんですよね。仕方ないか。いつのことこれ、これ見せてみる、これ売ってくんねえかって。ここね、これでここいいっすよね。ここいいですね。一番上だから、ここ景色もいいし。そうですね、邪魔者がいないです。いないです。まあ下の方でチェーンソー使われて聞こえないってことはないかもしれないけど、多少聞こえるでしょうね、はい、すごい綺麗ですね、定住ですね。薪はあんだけちゃんと夏のうちから確保しておくってことが。なるほどなるほど、書いてある通りですね、定住なんですね。ああ、しょうがないか。あれ水のタンクだと思うんですけど、ね、ああ、はいはいはい。音すんのかな。でもあれは重力で水を落としてるだけだと思うんで。あそこに水溜めて、あれを生活用水にするんですか。うん。雨水ですか。どうしようかな。それは分かんない。もしポンプであそこに水どこかから浄水所から、うん、あそこに一旦溜めて、うん、ほんであとはその一回こう、ポンプをバーって稼働してジャーって一回溜めるじゃないですか、うん、そしたらあとはあの重力の力だけで全部のこの高いところにあるってことは重力の力で、はい、水圧をかけてるんだと思うんですよ。なるほどね。だからそのタイミングはね、なんかそのここに持ってきてるのかな、ちょっと分かんないんだよな、はい、なんであそこにあるのか、うん、でこれこっちからブーンって聞こえますね。あ、本当だ。
これカメラじゃ拾えないかもしれないけど一般人でも分かる低周波音ですね。なんだろう、あ、なんかこれ、あ、なんか結構うるさい。なんだこの人、結構うるさいですよ。ちょっと行ってみますか。行ってみますか、うん、人んち、うん、音の正体がちょっと突き止めてから。あ、違う、これ下の道、あれだ、下の道路に出るんだけど音消えた？いや、まだしてますね。あ、してるよ、うん、あ、出てきた、出てきた、強くなってきた。あ、うわ、新しそうですね、まだね。うん、アイドリングかな。アイドリングですかね、車のね。結構聞こえますよね、うんうん、周りが静かだからよく。あの、かなり向こうか、ちょっと行けなそうかな。そうですね、うん、遠くですかね。ちょっと遠いですね、はい、ちょっと一回切ろう、はい。